さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、大江です。今日は練習相手がいなくても一人で練習できることを、いくつか紹介していけたらなと思います。はい、はい、僕が、普段もし練習相手がいなかった時に一人で練習やってる内容としては素振りですね。このようにラケットを持ってしっかりとしたスイングで素振りすることによって、体のパフォーマンスが落ちないので、次の練習の時にですね、いい形で練習に取り組むことができます。今はウォーミングアップなので、フォアハンドの前陣中陣、バックハンドの前陣中陣をやっております。だいたい1種目50スイングぐらいを、目安にしております。次はバックミドルバックフォアの、切り返しフットワーク練習です。これは1球1球ですね、バックとフォア同じ強さで、打つことを意識していきましょう。単純にバックに来たらバックハンドで打つのではなくて、途中で回り込みフォアドライブを入れることで足の強化にもつながります。あとは自分で、アレンジして試合に近いオール形式のラリーに持ち込んでも OK です。次はフォア前の台上技術練習になります。このようにラケットを持ってない手でフォア前にボールを落とすことで、フォア前の台上技術練習ができます。次はフォア前に来たボールをバックで回り込んだチキータ技術になります。チキータした後に素早くですね、バック側へ戻ることがポイントになります。フォア側に出るか出ないかのボールを、フォアハンドで打つ練習をしております。ハーフボールが苦手な方はこの練習をお勧めします。ぜひ反復練習して鍛えましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。女子高生卓球スクールでは随時無料体験を行っております。概要欄の方に女子高生卓球スクールのホームページ貼っておりますので、ぜひクリックしてみてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。